にちは。こんにちは。私は今紹介いただきました、東京は渋谷センター街のナチュラル詩吟教室にやってまいりました、詩吟八段師範小津理風と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、前半に詩吟とは何かという話をさせていただいて、で後半には三重ゆかりの伊賀の場所の俳句を中心とした詩吟ライブを行っていきたいと思っております。で今日の伝統をきっかけに日本の伝統文化である詩吟を再発見するきっかけとなればと思っております。はい、ですね、まずちょっと皆様にお尋ねしたいんですけれども、詩吟は知ってますか？もうアベグマでもない。そしたら詩吟、今こう稽古されてるっていうか、こう趣味としてやってるっていう方、あとは教えてるとか、そういう、あ、先生先生はいらっしゃいますか？はい、どうも、恐縮です。じゃあ、私、日本詩吟学院ってことなんですけど、日本詩吟学院ってことですか？ないですか？いらっしゃいます。先輩どうぞよろしくお願いします。で、はい、ですね、こんな感じで、まあ、知らない方も、詩吟知らないという方もいらっしゃるかと思うんですが、実際詩吟って結構漢詩を歌うのがメインなんですけど、俳句、芭蕉の俳句なんかもあります。で、まあ、どんなものかっていうのをちょっとまず私が早速吟じたいと思いますので、はい、松尾芭蕉の、古い池や川津飛び込む水の音というのを吟じます。ではお聴きください。古い池や川津飛び込む水の音、こちらのスライドをご覧ください。詩吟とはという話を始めさせていただきます。はい、先ほどのようにですね、詩吟とは、漢詩和歌俳句などの古典の名詞に独特の節をつけて歌う日本の伝統文化です。はい、まあ、先ほどやったように、漢詩だけでなく和歌俳句なども歌うと。で、特徴、詩吟の特徴1。大きな声を出すですね。さっきやった感じにみたいになります。で、詩吟の成り立ちはいつか、江戸時代末期です。はい、ですね、幕府の小平校という学問所で漢詩を朗読する際に、節をつけて声に出して読むのが推奨されたのが始まりと言われております。明治期になってからは、自らを理屈するために戦国時代の荒々しい漢詩や、明治時代に活躍した政治家たちの覇気に満ちた漢詩が愛されて吟じられてきました。で、現在では漢詩だけでなく、和歌俳句、新体詩などにも節をつけて吟じられています。はい、というわけでですね、詩吟の始まりは漢詩の勉強が最初だったんですね。で、そのテキストが少なかった時代に声に出して覚えてしまうというのが、重要だったんです。で、節をつけると覚えられるようになるんですね。例えば九九の陰一が一、陰二が二、陰三が三とか、そういうふうに
節をつけると頭の中にどん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 入っていく。そういうのもあって、漢詩をこう節をつけて歌うっていうのが詩吟の始まりです。はい。で、声に出して覚えられるんだったら大きな声を出す必要があるのか、なぜでしょうということですね。詩吟の特徴に、お腹から声を出すんですね。はい。で、詩吟の発声法は、お腹から声を出すっていう、腹式呼吸っていう呼吸法を使ってやるのです。で、この、お腹から声を出す発声法ですとですね、その叫ぶのとはちょっと違って、体を響かせるようにやります。はい。で、これだと、そのやり方としてはですね、まあ、ちょっと軽くやりますけれども、おへその下に、丹田というツボがあって、そこに気をためて声を出すっていうようなやり方です。で、ちょっと簡単に大きな声を出す方法があるんで、伊賀の皆さんもだけにこっそり教えますけれども、こうやってですね、お相撲さんみたいに四股を踏んで、いやーってやると、大きな声が出ます。今日終わもし時間が余ったらみんなでやりたいなって思うんですけど、あるいはお家でやってもらってね、はい、こうやると大きな声が、この丹田に力をためる、はい、でなおかつこの腹式呼吸丹田を使う発声法ですとですね、腹式呼吸というのは心を落ち着かせる作用があるんですね。で例えば座禅とかヨガとかああいうのでも腹式呼吸というのが使われています。でさらにその腹式呼吸でお腹をこう息を吐いた時にへっこまして吸った時に膨らますこの出たり入ったりの運動、これ実はお腹に息が入ってるんじゃなくて内臓がこう肺が膨らんで内臓がこう下に押し出されてお腹が膨らむということは内臓がこうすごい上下によく動く呼吸法なんですね。でこれによって内臓が活性化してだから詩吟は健康にいいんだっていうことなんです。まあもちろん声に出すことでも十分健康にいいんですよね。はい。でこうしてですね、詩吟はお腹から声を出す、それで古典の詩を味わうということで、こう自然と教養が身につき、精神と健康の維持に役立つとして、江戸時代は、武士から庶民まで多くの人に愛されていました。はい。次いきましょう。でもですね、そんなに難しいものではありません。誰でも簡単にできる。はい、ここで問題です。詩吟の特徴3、特別な丸々もいらず三角三角も四角四角も取らない、何でしょう、何だと思いますか。あ、何だと思いますか。場所、正解。特別な場所は1個あってますね。あとはお隣のシンガムチェックの皆様、特別な道具、そうですね、世界どっから聞こえてる、はい、特別な道具もいらず。じゃあ正解いっちゃいましょうか。はい、特別な道具もいらず時間も場所を取らないかね。で、やっぱ伝統の芸能のなんか音楽やろうと思ったらちょっと楽器買わなきゃいけないとかそういうのあるんですけども、そういう道具もいらない、自分の体が楽器ですね。で、時間とか場所も取られないと、まあ大きな声出すからご近所に迷惑になるわなんていうこともね、ある場合は山に向かってといいかと思います。はい、はい、では、それでは次にですね、私がなぜ、詩吟を始めたかという話をさせていただきたいと思います。はい、私が詩吟